はい、それでは東北大からですね、本学のオンライン化推進状況についてご説明させていただきます。仙台の方も、だいぶ先週あたりからですね、増えてきまし、陽性の方が増えてきまして、本学も、緊急にですね、オンライン化というものを進めてきているところでございます。前半では、その進捗状況についてご説明して、で後半でデータダイエットについて、少し本学の取り組みや考え方についてご説明させていただきます。まず最初に、組織的なところですけれども、先ほど北大からもご説明あったと思うんですけれども、本学もですね、データの、情報基盤の、ネットワーク系、を担当しております、サイバーサイエンスセンターと、あと、情報教育を担当しておるセンターが別にございまして、データ駆動科学 AI 研究、教育研究センター、略称 CDS、こちらの方が主に情報教育とか LMS、学生関係を担当しております。で、それらがですね、連携して情報シナジー機構というバーチャルな組織ができておりまして、情報部と合わせて本学の情報基盤を担っているというところでございます。大学の規模としては、ここにある、学生数と、あと授業数といたしましては、前期後期、あと年間合わせまして7500ほどの、講義を毎年行っているという状況です。続きまして、次のページで、本学の、対応状況、についてですが、まず、講義日程につきましては、4月頭からではなくて、4月20日スタートということで、だいぶ3月の中旬に発表しまして、そういった準備を進めてきています。で、ただしですね、4月20日からすべてスタートするというのではなくて、4月20日から5月上旬までにかけては、履修登録期間ということで、まだ履修を済ませてない状況で、授業を見るということになりますので、そういった履修登録期間を合わせまして、徐々にスタートしていくということでございまして、本格的なオンライン授業のスタートは5月7日から連休明けとなる予定でございます。それで全学のまず方針なんですけれども、ここに書いておりますとおり、各種オリエンテーションおよび当面の間の第1学期の授業はオンラインにより実施する、これが全学の方針といたしまして、昨日ですね、全学的にアナウンスされました。ようやくこれにより全学規模でオンライン授業というものが準備が始まるというところでございます。基本的には学生は大学に来ないという想定で、ございますが、4月20日からは5月頭までは、試行期間ということで、履修登録とともに、進めていくということです。なお、本学はですね、今年度から新入生に関しましては BYOD ということで、全員が PC 等を持って持つということになっております。それから、東北大 ID、こちらは東北大学の学生や教職員の、認証基盤といいますか、ID になるんですけれども、新入生はそれを持っていないということで、例年ですと、これはオリエンテーションの時にですね、配布するというのが、通例でしたけれども、なるべくオンラインになるべく早くその、学生に、オンラインに入ってもらうということが重要と考えまして、これまでの方法を改めて、郵送に切り替えて各部局ごと対応すると、紙の配布物については、一部窓口渡しなどで対応するということですけれども、基本的に郵送で ID を配布するということです。それから、本件に関しまして、全額の司令塔的役割を担う組織といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策遠隔事業タスクフォースワーキンググループというものを立ち上げました。これ立ち上げたのが3月の26日ということで、立ち上げてから約1週間経ちましたけれども、その間に急速に進めてきているというところでございます。このタスクフォースとワーキンググループの主な役割ですけれども、オンライン化に関する全額の意思決定であるとか、スケジュールの策定、それからアナウンスの計画や実施、その他でございまして、タスクフォースの方では主に企画とかアナウンス、意思決定、全額の調整などを行いまして、あとワーキンググループの方では実際にホームページ等の準備であるとか、講習会の開催であるとか、そういったところを実務の方を担っていただいております。
次に、タスク選評で非常に細かくて、しかもこれ生々しい情報で大変恐縮なんでございますけれども、しかもこれ Google のスプレッドシートそのまま貼り付けたようなほとんど生の情報に近いんですが、こういったスケジュールで進めてきております。おそらくオンライン化を進めるにあたってどういったことをこう考えていかなくてはならないかということをですね、なかなか網羅的にこう考えるのは難しいかと思うんですが、本学ではこういった項目ごとにそれぞれの担当を決めて、時間のスケジュールを決めて進めているところでございますので、ぜひご参考にされますと幸いです。でここから、ツールの話であるとかデータダイエットの話を少ししていきたいと思うんですが、本学にはですね LMS として ISTU というシステムがございます。これは東北大学が独自に開発した教育支援サービスでございまして、通常あるような出欠やレポート提出、回収などを行う LMS に加えまして、授業収録配信システムを用意してございます。特に授業収録に関しましては、各教室にですね、収録するためのシステムが常備されておりまして、それを用いて簡単に授業を収録することができます。また東北大の ID と学務情報システムと連携しておりますので、例えば学生の申請制の認証であるとか、出欠の確実な出欠取りであるとかを、ちゃんとサポートできるということでございます。それで、この右にですね、この授業収録システム、配信システムで収録した映像が見えておりますけれども、こちらのように、これ、かなり大きな黒板に板書しているようなスタイルのこの講義になるんですが、このくらいの大きさの字であれば、なんとかですね、配信で見ることができる品質になっております。これ実はですね、この映像は、フル HD ですね、で収録して配信しているものでございまして、データの量としては非常に多いんですが、配信システムといたしまして、フレームレートのコントロールができるようになっております。特に板書の場合はですね、それほどフレームレートが高くなくてもよい。例えば1フレームレートであると、1fps であるとか、極端な話、もっと 0.何fps であるとか、そういったくらいのフレームレートでも、板書は見えればいいということですので、高画質で送りつつ、データ量を減らすためにフレームレートを下げるといったことが、調整できるようになっております。そうしたことで、品質を保ちながらですね、データ量をダイエットするということができるようになっている、というところが一つ特徴になっています。それから、本学も G Suite と For Education を契約しておりまして、Google のクラスルームであるとか、Google Hangouts Meet であるとか、そういったツールを使えるようになっておりまして、こちらも Google の方のアカウントの仕組みと連携しておりまして、こちらの方でも学生の出欠等をですね、確実に取ることができるということでございます。あとその他、ウェブ会議系としては Zoom と WebEX などを、お試しで使えるようには、しております。特に WebEX につきましては180日間の、無料アカウントを申し込めるようになって、これは NII の皆様に、非常に感謝するところでございますので、ぜひ、活用させていただいて、有効活用させていただければと思います。どうもありがとうございます。続きまして、想定パターン、こちらも、大阪大学、北大院さんもそうでしたが、いくつか授業のスタイルに合わせてパターンを想定しておりまして、それごとにですね、どういった手順で行うか、どういったツールを使うかというのも整理しているところでございますが、本日は3つのパターンを紹介させていただきております。まず、一番そのデータダイエットが可能なパターンとして、資料を配布するパターン。これは他大学でも出てましたけれども、授業資料をですね、あらかじめ作成して登録、あるいは、これまでもすでに用意してある、資料ですね、こういったものを登録して、それを、ダウンロードして見てもらうと。音声については、プレゼンテーション機能で埋め込んだりであるとか、音声ファイルを別に用意して、ちっちゃいファイルを打って、アップロードする、こういった感じで LMS に登録します。で課題については、LMS を通じて、その授業に関する課題等を出して、それに回答してもらうと、それに対して教員がフィードバックをする、というようなスタイルになります。
このパターンがですね、作成した資料の分量で、そのままそれが容量になりますので、それを調整する、いろいろ工夫することによって、データのダイエットが可能になると考えています。これが1つ目。で、2つ目ですが、こちらオンデマンドの動画配信です。先ほどの ISTU や、あと自分で撮った映像などを使って、それをアップロードして、学生はそれを、ストリーミング、あるいはダウンロードして、オンデマンド、つまり授業の時間以外でも、いいんですが、オンデマンドで、それを見て、で、課題をやって提出すると、そういったスタイルです。映像の制作方法につきましては、いろいろあるんですけれども、スマホ等を使うやり方とか、ウェブ会議を1人だけで開催してその様子を録画するなどの、やり方があります。ただ、こちらにつきましては基本的に動画であるので、データダイエットはなかなか難しいのではないかなと。3番目が、ライブ配信でございますが、ウェブ会議システム、Meet や Zoom 等を使って、会議の形式で、映像を配信するということで、こちらについても、動画であるため、データのダイエットは難しいということと、あと ISTU ではですね、データの量の多少コントロールができるんですけれども、通常、こういった、ウェブ会議システムですと、画質の制御はシステム側、サーバー側でですね、行うことが多いと思います。なかなかこのコントロールが難しいということで、場合によっては非常に大きなデータが流れてしまう可能性があって、データダイエットが難しいし、コントロールもしづらいということだと。こういったパターン、今3つ紹介いたしましたけれども、それぞれについていろいろなバリエーションがあると思いますので、教員の皆さんにはですね、こういったパターンをいくつか用意して、それぞれの講義のスタイルであるとか、慣れたツールとか、その状況に応じてですね、そのパターンの中からいくつかを選択して、自分のスタイルに合ったオンライン授業というものをしていただけるように用意をするということを考えております。最後に学生と教員の課題について紹介させていただいておりますけれども、データダイエットという観点で言えば、やはり学生に関しましては3番目のギガ不足、というのが非常に問題になっているんですが、これについては、教員側でデータダイエットに努めるということで、基本的には動画を使わないような方向で、すなわちパターン1というものを推奨していくということを考えています。また、他大学でも行われている通り、やむを得ず大学に来てしまう学生さんについては、エデュローム、無線 LAN が使える教室を開放して、ソーシャルディスタンスを確保しながら使っていただくというようなことを考えております。またちょっと話題とは離れるんですけれども、今後の出てくる課題として、ドロップアウトであるとか、孤立感、仲間ができない、そういったところから生じるストレスなどがやはり問題となってくるので、そこら辺はですね、何らかの対応がこれから考えていかなくてはいけないと思います。最後に、ちょっと早めにお願いです。すいません。あと、教員の課題もこちらに書いてある通りですけれども、なるべくですね、問い合わせについては窓口対応しきれない部分もあるので、教員同士で情報共有するような場をですね、作って草の根的にやっていけるような、そういった仕組みも大事なのかなと。東武大もこちらにあるようなガイドを作りましたので、ぜひご覧ください。以上になります。